ミハイル・ミハイロビチ・ゾウシチェンコ・サンクト・ペテルブルク1958年7月22日、レニングラードはソ連の作家、文芸サークルセラピオン兄弟の一人として、主に風刺小説を執筆した。ゾウシチェンコは1895年の7月29日に、ロシア帝国のペテルブルクで生まれた。彼の父親は、ウクライナの小貴族でモザイク誌であり、 ペテルブルクのスボロフ美術館の内装を担当している。1913年に高等中学校を卒業した後1915年からサンクトペテルブルク大学法学部で学ぶが、学業にはあまり熱意を見せず、1年も経たないうちに第一次世界大戦に士官として参戦し先行を立てる。しかし戦場で毒ガスに侵され、健康を害したために除隊する。一旦は、 ペトログラードに帰還し小説を執筆するが、1918年に、ロシア内戦が激化すると、毒ガスの後遺症が感知していないにもかかわらず、赤軍に入隊、翌年に除隊した。その後1921年になるまでゾウシチェンコは、警官や簿記、靴職人や、差し物師、鳥の飼育家や私立探偵、郵便局長など様々な職を転々とした。 しかし1921年には、ペトログラードの文芸サークル、セラピオン兄弟に参加し本格的な文学活動を行うとともに、フェーディンやカベリンラほかの若い文筆家たちと信仰を結んだ。そうして1922年に、最初の著作である、ナザルイリッチ、シニエブリューホフ旦那の物語ゼーゼーを発表、スカースと呼ばれる手法と、誇張や方言、俗語、 専門用語などを巧みに織り混ぜた文体でソビエト社会を風刺したセラピオン兄弟前列中央で机に右腕を置いている人物がゾウシチェンコ一躍時代の長寿となったゾウシチェンコはその後も蘇った青春税空色の本などの著作を行ったゾウシチェンコの完結ながらも風刺と開革に満ちた文体は多くの読者を魅了し 作曲家のショスタコービッチにも影響を与えた。1941年に大祖国戦争が勃発するとゾウシチェンコはカザフソビエット社会主義共和国のアルマータに避難しモスフィルムの撮影所で脚本家として活動した。その後1943年にモスクワに移り雑誌ワニの編集者となる。また1944年から1946年にかけては 戯曲家として精力的に創作を行い、中でも小布の,のカバンはレニングラード劇場で200回も公演されるなど人気を呼んだ。文筆家としてそれなりの成功を収めていたゾウシチェンコだったが、1946年になると、その風刺的な文体は当時ソ連邦を席巻していたジダーノフ批判の格好の標的とされた。同年の8月に、 ソ連邦共産党中央委員会で文芸活動における思想統制強化が決議されると、真っ先に日の出の前に1943年をはじめとしたゾウシチェンコの作品が槍玉に挙げられ、政治局員ジダーノフの猛烈な非難を浴びた。その結果ゾウシチェンコは、同じくジダーノフに激しく球断された詩人のアンナ、アフマートバと共にソビエト作家同盟を除名された上に、 その作品はすべて出版と流通が禁止された。イゴスターリンの島で彼は私物を売却したり、翻訳家の仕事をしたりして、ここを押しのぐ貧困生活を強いられた。1953年にスターリンが死去し、ジダーノフ批判で求断された芸術家たちの名誉回復が始まると、ゾウシチェンコも、また1955年にソビエト作家同盟への復帰と著作の出版を、 許された。しかしながら、検閲によって作品に大幅な修正が加えられるなど、作家活動は完全に自由ではなかった。ゾウシチェンコは、雑誌、ワニやトモシビ、灯火で執筆し、作家活動復帰のわずか3年後の1958年に、ひっそりと世を去った。彼の死後ようやく1968年と1978年に、それぞれグロモフと、 イサコビッチによる全集が刊行されたが、どちらも政治的な理由から大きな改定が加えられており、ソ連邦におけるゾウシチェンコの作品の完全な公開は社会主義体制の崩壊まで待たなくてはならなかった。一方、西ヨーロッパやアメリカ合衆国では、比較的早い時期からゾウシチェンコの作品が修正されることなく、ロシア語を含めた格言語で出版されていたため、 西側のソビエト文学の研究者には、比較的よく知られていた。J.A. アンネンコフ、同時大臣の肖像中現代視聴者、1971年 P141、ありがとうございます。